チャンピオンズリーグ準々決勝、冨安ベンチ現地ファンが激怒。セカンドレグ派冨安使えの意見、現地ファンから早速上がっているね。今日のパフォーマンスならそうなるわな。セカンドレグ派さすがにバイエルンも前に出てくるだろうし、守備から入るなら冨安も十分ありよな。ただ前半いっぱいまでで、それ以上は怪我する。そうなると後半どうするってならんか。もしリードしてたらアルテタ困っちゃう。まずトミが90分使えないっていう前提がきつい。交代なんてほぼないであろう。サイドバックが交代前提で使うしかないってのがね。トミは本当にじれったい選手。両方の最後の保険がトミヤスだと思うけど、去年はそこが壊れて崩れたし。これぞいつものアーセナル。